はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やりましょう。今回ね、このミニゲームなんですけども、ラッキースクラッチと、シェルミーの大冒険で、ラッキースクラッチは時間短縮できるね、小技みたいなのが、あるんですけど、これね多分知ってる人も多いと思うんですけど、こう取った瞬間に、ペケ この右上のペケでこう戻ると、このなんか出てくる、このパーって出てくる、ちょっと見ましょうか。こうやってこの出てきてる、このなんかイベントじゃない、なんていうかなこれこのまあまあ出てきてるあれを、短縮できるんですよね。だからこの取ってこう戻るってやると、まあこれ早いんですよね。取って、戻る、まあこれの繰り返しで、普段よりこう時間が短縮できるっていうね、小技みたいな感じなんですけど、でこれまあラッキースクラッチにいつもやってるんですけど、でこのね小技をこのオロチシェルミの、大冒険、オロチシェルミじゃない、シェルミね、シェルミの大冒険の方でも、使えることが判明したので、ちょっとやっていきますね。でまあどういうことかというと、このもう振った瞬間に戻るを押せば戻れるんですが、ただ戻らなくてもいい場面ってあるじゃないですか。例えばサイコロのプラスとかダイヤのプラスとか、ワープとか、まあ得する場面ですね。得する場面では戻らんでいいんですけど、今の場合やと、1マス目と3マス目に、1マス目敵の出現で、3マス目にコインのマイナスがあるんですけど、その1か3が出た時だけね、戻ってみましょうか。サイコロ振って、あ、 5なんでこのままいきます。でこの小技はマイナスのコインが出ても、コインがマイナスにならないんですよね。だからまあ小技というか裏技みたいな感じなんですけど、だからこれのこの場合やったらね、6、が出たら戻ってみましょう。6出るかな、2、あ、サイコロプラスで次4ですよね。4出るかな、あ、5が出た、サイコロプラスですね。まあ敵のいちいち戦うことも短縮できるんで結構便利かなと思って、3、うん、あ、危ない危ない。で、次ね、だから1が出たら戻りましょうかね。で、この実戦でやってるとなかなか出ないパターンもあるんですけど、3コイン。で、じゃんけんとかももう長いんで、もう戻ってもいいかなと思ってるんですけど、まあ、それは本当人によると思うんですけど、1、2、3、6、サイコロかな？お、なんかいい感じに進めてますね。これ、4が出たら嫌やな。ワープ。4やめて。あー言うてたら出るんですよね。で、またこれ 5が出たらワープか。このワープ地獄にたまに入るっすよね、ループ。1、2。じゃんけん。これもめんどくさいんで、もうこれ戻っていいかなと思うんですけど。まあ、買ってもこれ5万、あ、10万コインか。まあ、いらないっすよね、ほとんど。1、2、あーもうええってこれ。ちょっと実践してるんやからやめて、この嫌がらせ。あーもうマジっすか。この本番に限ってこういうことになるからね、サイコロ。何が言いたいかというと、このコインのマイナスのところ、ちょっと待って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 、もう1、2、いやこれやばいな、コインのマイナスのとこ行かれへんかもしらん。え、これ過去最高のハマってますよ。ああこれ何やねんこれマジでワープ動画になってもうた。1 本気でワープ動画になったっすね。1、2、あ、ダイヤや。で、1、2、3、5が出てくれたらいいんですけどね。5がとりあえず出てほしいな。5。5。あ、1。次、4か。あ、これもね。あー、やってもうた。もう敵の出現も、この、いちいちこのスキップするのもあれなんで。で、次、じゃあ、1、2、3、4か5が出たら戻ってみましょうか。4か5。1、あ、来ました、これ。うん。今、これ戻って、入ると、これ、マイナスのコインにすらなってないんですよね。で、さらに時間も短縮できるんで、これ結構裏技かなと思ってて、まあ、なんとかねワープ地獄にはまったんですけど最後にマイナスコイン出てくれてよかったですね。で次、じゃあ1が出たら、戻りたいと思います。1出るかな、1、あー6か、うん、まあこんな感じでね時間短縮できるんで、ただサイコロの時とかダイヤの時に戻ったことないので、もしそれ戻っちゃうともしかしたらダイヤ増えない可能性もあるんで、そこは要注意ですね。だから振る前に、今やったら 2か3が出たら、戻るっていうのを頭に入れておけばいいかなと思ってます。2か3、6ですね。6は戻らなくていい。
うん、っていう感じの、まあ、小技を見つけたんで、まあまあ、使う方はね、使ってみればいいんじゃないでしょうか。で、前回のアップデートで、女神官の指紋と、クラーク13の指紋が、解放されてます。で、今回この女神官の、啓門の方をね、見ていこうと思ってます。で、僕前も言ってたんですけど、この女神官星4にしてる理由は、やっぱりこの啓門の能力が未知やったから、まだちょっとね、保留にしてるっていう感じやったんですが、ちょっとこっちの方で見ていきましょうか。格闘家の方で。はい、では見ていきましょう。SMAX プロテクション。敵単体を攻撃、自身の、ダメージ増加率、ダメージ減少率を 35% 増加。ここの数値が、5% 上がってますね。ダメ増ダメ減が 5% 上がってて、状態上解除は、同じ、2人の打ち消しは同じで、聖域の効果が全体的にこう数値がまんべんなく上がっているっていう感じかな。 HP12% 回復で、怒りを45回復、これも伸びてますね、ちょこっとですけどね。で、行動制限耐性を 30% 増加、これも 10% 上がってるのかな。で、自身の防御力を、35% で、怒り回復速度も、上げますね、これも数値が上がってます。で、以降の毎ターン開始時に味方全体の HP を 6% で、怒りを40回復で、ランダムで味方1人、行動制限されている味方を優先の通常状態以上と、石化を打ち消せます。ここも、同じですね。で、ここからが結構大きな変更点なんですが、祈りの力光を、獲得している場合は聖域の HP 回復効果を 30% 怒り回復、効果を 10% 増加で、自身の防御力をさらに 15% 増加。これは、SMAX による初めての効果なんで、 MAX ホーリーライトの時はこの祈りの、力光の効果っていうのはついてなかったんで、これは結構ね、この回復効果をこう後押し、してくれるっていう感じで、怒り回復効果もさらに乗ってくるんで、この40回復とか45回復の、ところが強化されているっていうことになりますね。で、一番気になってたあの復活効果なんですけど、復活効果に関しては回数とか増えたりしなくて、復活時の HP とダメージ減少率が 5% 伸びてて 35% になってますね。なのでほとんど大きな変化はないですね、復活に関しては。で、あと一番の大きな変化、祈りの力炎を獲得している場合は必殺技が変わります。ホーリーライトからプロテクションっていう技に変わって、で、この内容が SMAX ホーリーライトの全ての効果を継承し、で、ガード、スキルガードを無視で、 100% の確率でめまいを与えて、ターゲットの防御力、スキル耐性、必殺技耐性を 20% 減少で、やけど効果は同じかな、HP の 10% の追加ダメージを与える、うん、で、このダメージで敵の怒りは回復しない、やけども打ち消されず無効にできず、戦闘終了まで継続で、ターゲットの怒り回復速度を、30% 減少させます。主な強化点としては、祈りの力光を獲得しているときは HP 回復効果が 30% 増加したり、怒り回復効果を 10% 増加したりするんで、まあ、回復のこう後押しをしてくれるっていうところ、あとは必殺技が変わったときですね、プロテクションに変わったときは、めまい 100% の、デバフを入れて、で、あとはターゲットの防御力とかスキル耐性、必殺技耐性を 20% 減少させるっていうね、デバフを、入れる結構強力な必殺技が、ついてます。ただ僕思ったのは、この祈りの力炎に自体あんまりならなくて、で、プロテクションをこう毎回打てるわけではないんですよね。だからこの毎回打てたら強いかなと思ったんですけど、この女神官の SMAX に関しては、まあそこまでね、期待したほどでもないかなっていう印象ですね。もともと MAX ホーリーライトの時点でだいぶね、チートの必殺技だったんですけど、ちょっとやりすぎた感が、あったのか分かりませんが、まあ、SMAX に関しては、まあそんなに強くないかなっていうね、まあもともとが強いんですけど、このその上がり幅として見ると、まあそこまで強化されてないなっていうところですかね。やっぱこのプロテクションが毎回打てれば話は変わってくるんですが、やっぱ毎回打てないので、まあ、全体的な数値の底上げがこうメインになってくるんかなと思ってます。で、あとやっぱこのプロテクションを生かすのであれば、
この女神官自体を長生きさせて、かなり後半になってくるとこのプロテクションが打てるとは思うんですけど、まあ僕の場合星4っていうこともあるんでね、前半で結構やられたりするんですよね。ってなるとプロテクション自体が打てずに、女神官がもうやられてしまうと、この S マックスに関してはほとんど、ね、その上げる、コストを考えると、まあ、そこまでこう優先してあげなくてもいいんじゃないかなってね、そういう印象です。まあ、あの復活面の強化とか、もしくはシールド面の強化とかがね、もしワンチャンあるのかなとか思ってたんですけど、まあ、それがあるとね、さらにこうチートになってしまうんで、まあ、今でもねマックスホーリーライトの時点でもやっぱめちゃくちゃ強いんで、そこからさらにこう復活面、例えばあの1人多く復活させたりとか、まあ、シールドがまた多くこう付与されたりしてくるとかになっちゃうと、まあ、それこそねマジでもうせこいキャラになってしまうんで、まあこのぐらいの調整でちょうど良かったんじゃないかなってね、僕個人的には思ってます。プロテクション、はい、では今回はこんな感じで終わります。動画気に入ってくれたらぜひチャンネル登録で、 Twitter やってますんでよかったらフォローしてください。で、映画チャンネルもやってるんでね、よかったらそちらも見てください。ではご視聴の方ありがとうございました。